なんかね、死ぬ気でやれとかね、命がけでって言葉ありますけども、実際に命をかけることってあんまりないですね。要するに気合の問題だと思うんですよ。で、お金を稼ぐのに命をかけちゃうとものすごく儲かると思います。まあ誰かはね、顧客のために死ぬぐらいのこと言ってましたけども、確かに24時間365日ね、ユーザーさんの求めるままに自分の時間を切り分けていたら、まさに命を渡したようなもんですよね。深夜だろうが早朝だろうが何だろうが、とにかくお客さんのためにやる、ユーザーのためにやる、そのぐらいの覚悟を決めて儲からないってことありますかね。私の経験上、3年で1億はそのマインドで言ったら行くんですよ。いや、少ないぐらいですよね。命をかけて3年で1億だったらね。仮に自分が命をかけてやることに値段をつけるとしたら、いくらぐらい値段がつくと思います？吉田さんいくらですかね。他の方いくらだろうね。3000万ぐらいですかね。1億ですかね。どうですかね。なんかね、命を捧げるんだから、そのぐらいのものじゃないと私はやってられないなと思うんですけどね。だ、そう思ったら1億とか2億とかちょっと安すぎるかなという気がするんですよ。自分の命の値段っていくらですかね。その価格に見合ったようなことを果たしてできるでしょうか。それとも、いつの間にかね、自分で首絞めてしまうみたいなことして、ポーンと一円にもならないような死に向かうのかなと。万田銀次郎ですら無駄な死に方をするなって言ってね、命を金に変えるんやとか言ってますけども、まあそういう部分あるなと思いますよね。やっぱり人の命なんてのは金額いくら積んでもそれに変えられないぐらい価値の高いものだと思いますけども、それを証明するような生き方をしたいですよね。金には変えられないような生き方を、そう考えたら1億2億生きてるうちにもらったからといって安くてしょうがないやっていう発想になりますよね。じゃあ行ってらっしゃい。